ええー。一人か。なんか斧持ってねえか？斧じゃねえな。うわわ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 わはい。盗賊指名ドライフルーツ人参きのこ売るか。食後の運動になったぜ。ちょっとせっかくここで止まっちゃったんで、ここ様子見に行こうか。もう生えてるかな。まだ生えてないかな。上に行きすぎてる。下んなきゃダメだな。おお、あった。ああ！あれ？半分しか生えてないな。何が生えてるこれ。コンフリか。コンフリだけ生えてる。なんか育つ時間差があるのかな。せっかくだからもらっていこう。いただき。ベラちゃんが欲しかったんだけどなぁ。突破、突破、突破、突破。よし。避ける。よし。やっぱダメだな、そこ。危険すぎる、そこ。うさんくせえ師匠がいるな鶏肉これか。お供えの花、それは拾っちゃダメだろさすがに。ヘンリー、お墓荒らし行為じゃないのそれ。お前か。あ、危ねえ。するとこだった。お前一体何のつもりだ。とっととここから出て。どうしたらいいのこれ。完全にお前やん。お前に用はない。され来た。俺に何か用か。おめえじゃねえ、ピーターだった。こいつ移動しとるな。超短距離ファストトラベル。冬にはニンニク。うちのラードは美味しいよ。パンにもフライにも最適。そうですね。それから豚の油かすも絶品よ。取り揃えたウサギの足をどうぞ。どうぞ。おいっしょ。
ここにおるのか。いた。ファビアン。え、なんでお話できないの。ああ。スカリッツの司祭。ジムさん、あなたの助けが必要なんです。君は覚えているぞ。スカリッツの鍛冶屋の息子だな。はい、だ。そうです。すまない。何が必要だと。変かもしれませんが、聖ジェームス教会に戻ってほしいんです。地元の人たちは精神的な指導者を必要としてます。ダメだ。絶対ダメだ。と思うよ。そこは私が戻るべきでない場所なのだ。なんで？なぜ？何はともあれ、あなたの教区ですよ。教区は小さく、最近は荒廃している。それに、神は私を許しても、私は怖いのだ。あらゆる種類の悪党どもがスカリッツで暴れ回っている。まだ安全ってわけじゃないけど、ほとんどの奴らはいなくなりましたよ。私の父はよく言っていた。なぜ危険を犯す？どうやってスカリッツを抜け出したんですか？違う。私は襲撃の際、あそこにいなかった。国会のためササウに来ていたのだ。国会？あと、なんでラッタイにいないんですか？ラジク教が必要とされた時どうするんですか？いいか。ここでは私は名誉ある客人としてもてなしを受けている。ラッタイではたくさんの避難民で居場所はほとんどない。そして何より、教区司祭が私を嫌っている。なんでや？怒るべくして怒ったことだ。私が最も避けたいのは眠ることのできる場所やパンをいくつ食べられるかについて彼と交渉することなんだよ。確かに彼は気前がいいとは言われてないな。わあ、もう脅すしかないんだけど。これは金だな。もし報酬が増えたとしたら、それで納得してくれますか？おいおい、私は教区民から10分の1税をもらっている。私の信徒は最近じゃカラスの群れみたいになってるから多くはないけれども。分かってます。だからあなたのために献金を手配したんです。教区民たちが戻ってくるまで生活できるぐらいはあるでしょう。そういうことか。それでどのくらい集めたんだ？金か。何？俺が払うんですよね、やっぱりね。いや、マックス払ってやるよ。345円ぐらい。ほら！よろしい、よろしい。これならば申し分ない。それで、私はどこに住むんだ？スカリッツの私の家は廃墟になっているはずだ。聖ジェームス教会に住めますよ。あなたに宿を与えることを地元の人はありがたく思うでしょう。まあ、彼らが親切だったのは確かだし、借りもある。よろしい、戻ろう。ありがとう。聖ジェームス教会の人々はこのことを忘れないでしょう。おう。神父さん、聖ジェームスに戻る予定はありますか？失礼。君、どうしてそんなことを？家政婦のアグネスは今はラッタイで暮らしてます。他の方のために働く気はないそうで、あなたの帰りを待ってます。ってことで帰らないってことでいいよね。主よ、感謝を。彼女と苦しみを受けた全ての人のために祈っていたんだ。嘘つけお前。しかし、私は戻らんよ。身の処し方を考えてほしいと伝えてくれ。わかった。その言葉が欲しかった。守ってくださいますよ。商談成立だな。はい。よう。薬がとーっても効くよ。効くよ。キュウリ、美味しいキュウリ。そういえばよ。そういえばよ。そういえばよ。そうだ。俺ね、あることを思いついて、ずっとやろうと思っていった、全然やってなく、やれてなかったことを今思い出しました。とね。
お、お前すごいな、ペブルズ。まず、あの気前のいい鍛冶屋さんに、いや鍛冶屋さんもうお金復活してるかな、あれ、あー、歌声が聞こえる。そう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 、彼彼し馬薬出せ、薬。あのな、火が燃えて輝いた、君の目も輝いた。何でもお申し付けくださいと、ちょっと虫歯はちょっと置いといて、ほんとね、まずこの人から、まず一計、まず、おぉ、すごいな、お前。この人から、武器を買いまくるわけですよ。武器や防具を。な？で、これを売るわけですよ。あれ？なんていうの？これででしょ？で、これで目いっぱいこの人から金額について少し話す。そうだな、はい、これでようやくまともな金額になった。さ、無駄なものも買いましたけど、目いっぱい薬売れたじゃないですか。まあ、まだ売れたけど、まあ、彼が持ってる金額以上に、無駄な武器などを手に入れたわけでしょ。で、この人に直接、この人薬に全く興味ないじゃないですか。なので、今、無駄にあっちの鍛冶屋から薬と交換した武器をこいつに売る。そうすることにより、こいつの資産も、俺のものよ。はっはっは。天才よ、これ。これね、だいぶ前に仕事してるときに、おおって思って、ちょっと忘れてたというか、ゲーム中に思い出すことがなかった。幸運を祈るよ。天才よ、これ。買ってくれ。お前 1.5K も持ってんだよな、お前な。どっちがいいんだろうね、これ。こっちの方がかっこいいよな。ちょっと黄色いからやだけど。なんかそろそろ別の剣も持ちたいけど、まあいいや、今はいいや。146円にしかなんないの？思ったよりダメだったな。もっと大金が転がり込むかと思ったんだけど。安いもんな。まあ、しょうがないか。いいよ。なんか俺、馬に。この辺買ってくれるかな？ここだけか。あ、買ってくれそうもないな。欄に載ってないです。はい、どうも。なかなか、がっぽり儲けるには至らないな。やべえ、これ売れないのか。防具屋さんに売らなきゃダメか、これ。いらんもん買ってしまった。ロックピックこんなに持ってる必要ないな。まあでもそれなりにはいるけど、20本も持っていれんじゃないか。とりあえず手元に。明るいうち帰るか。あ、ちょっと待ってよ。何時今？あそこさえ通過しまえばいいと思うんだけど、どうしよう。ちょっとやっぱ怖いので、
セーブ。きゃ、こまめにセーブ。よし、アグネスに会いに行く。突破しろ、突破しろ、突破しろ。ギャー、避ける。オッケー、イエーイ、突破。よし、やばい、夕方になってきた。まあでもこの先はきっと大丈夫でしょう。オッケー。お。へい。すべて。なんてこと。あ。この服、襲われたのね。盗賊団って地獄の炎で焼かれるというのは。ほんまやで。はい。笹生を訪ね回ったんですが、フランシス神父は笹生で元気にやってます。近いうちに聖ジェームスに帰ってくる予定はないと聞きました。お話しされたのですか？様子はいかがでしたか？試作服のお直しは必要ないかしら。いつも破いてしまうの。段差につまずかなかったことはないんですから。え、彼は別のとこで働いてる。修道院長に聞いたんですが、彼には他に仕事があり、聖ジェームスに戻るには時間がかかるとか。え、前もそうでした。ほぼ2年笹生にいなければいけなかったんです。次はもう私は生きてはいられないわ。そこまで長くはかからないでしょう。その間あなたはハーゲンの家で働けばいいですし、もしかすると気に入るかもしれません。あなたの言う通りかもしれません。私の歳で他に何ができるでしょうか。教会は女一人には大きすぎる場所です。ではハーゲンの下で働いてもらえますか？今そう言いました。その方のお世話をさせてもらいます。主が見守りくださいますよ。成立。あとは便所便所係どうする。便所係なあ、まだ人集まってんのこれ。この中から便所係を探せってことかな。おらんやんな、誰も。え、中庭ってここじゃないの？君は。何か用でも？はい。さよなら。とりあえずじゃあ何？これはもう。お前は興味あんの？神のご加護。ないよな。神のご加護。お、君、え、商人？神のご加護を私に何の用が？一回あれかね、状況を報告した方がいいかな。とりあえず食事だけは。あれ、これはこの人に言うよりはもう。神のご加護を何かご用ですか？え？さようなら。そうだ、もうだから直接お前にもう直接言っちゃえばいいってことだよね。ごきげんよう。ん？後で尋ねようってこと？新しい料理人への特…おっと、え、どうしたらいいの？
なんかやっぱこのそこの庁舎のあたりで引き受ける仕事はいつもあれ奥さん神の祝福をあれ神のご加護を他人の空にか頭が悪いって言ったろえそれは何かお役に立てますかああなたの親切は絶対に施してるありがとうスティーブンよかったな何もらったのラッタイでの生活には慣れたかラッタイの市民はどうしたらいいのこの A が消えないんだよな私はスカリツだって話どうしたらいいんだこいつに決めたんだよな神のご加護あれ違うおめえじゃねえ元気なのかなんとかやってるよヘンリーラジク様が召し抱えてくださったそうじゃないかカポン教と一緒に狩りまでしたとも聞いたぞ噂なってるのか一回だけなしばらくは次の機会はなさそうだけどそうか残念だお前にちょっと頼み事をしたかったんだが何知っての通りここには大勢の飢えた人がいるだからお前に助けてもらおうと思ってえ金か